おはようございます <laughs> 今日の話は非エリートの勝負学というマッコイ斉藤さんの本の中から常識的な人間にしか常識は壊せないという話です笑いの世界では非常識なことをやって笑いを取りますでも不思議なものでプライベートが非常識な人間は非常識なことをやっても面白くなりませんお葬式のコントもそうですが 常識的にはこう振る舞うというふりがあってこそその後の非常識な振る舞いが笑いを生むわけです。現実も同じで常識人だからこそ常識を壊して本当に面白いものを生み出すことができるみたいです。常識というのは何でしょうそれは一つ一つつの行動を丁寧にすするとということです人に会ったら挨拶をするゴミが落ちていたら拾うお年寄りに優しくする小さい子供を助けてあげる遅刻をしない 初対面の人に対しては目下の人でもお店の人でも敬語で話すそういったごく当たり前のことでも偉大な人ほどそういう当たり前のことを徹底していますビートたけしさんは初対面の時から丁寧な敬語で話しかけてくれました「ホリケンは仲間の挑戦を応援してくれるし絶対に人の悪口を言いません」「いくら毒を吐いていても無茶苦茶なことをしてもあの人は普段すごくちゃんとしている人だ」 と周囲は分かっています地道に常識を積み重ねているからこそとんでもない無茶苦茶をしたときとんでもなく面白いものになるんです常識的な人間にしか常識は壊せないルールを破っても礼儀は守るリコぶるより馬鹿になれという言葉があります自分に才能があると勘違いして利口ぶっている人ほど鼻持ちならない人間はいません 自分の成功談や自慢話ばかりするからですしかし本当に才能があって魅力的な人間はむしろ失敗談を面白おかしく話しますバカになれる人です真の実力があるからこそその失敗談を笑います本当のバカだったら誰もその話を笑いません狂気を持っている人間が魅力的なのは普段は常識人だからです時としてことを改てるような行動ルールを度外視して 常気を逸したような発想狂気がなければ硬直した既存の制度はぶち壊すことはできませんだが狂気しかない本当の狂人はただの狂人です常識的な人間にしか常識は壊せない常識や礼儀をわきまえながら常識を壊せる人でありたいじゃあ今日これで終わります